せーの、こんにちは。ももかさん、ゆう、ももか、まなでーす。今日はどこに来ているんでしょうか。はい、今日は三号線の佐宿駅にやってまいりました。ソミョンから20分ぐらい、タクシー乗ればスンと行けると思うんですけど、はい、やっぱり観光地よりも。その地元の人が愛するお店を紹介したくてですね、こんなちょっとマイナーっていうか、ややマイナーややマイナーやんか。だから普段別に来ること特にない駅に降りてみました、はい、今日は何を食べに行くんでしょうか。せーの、センガルビなんでも正直な感想言うよ。それで美味しく、ほんまに美味しかった美味しいって言うけど、なんかあんましやったらうんって感じ。はい、じゃあ早速、はい、行ってみましょう。ゴロシーン。ここは一番、佐宿駅の一番出口からまっすぐ進んだらいいですね。近いかな。地図知ってる？知らん。え、知らん。こんなゆるさでお届けしてます。出たー。もう次の角、次のでっかい交差点を曲がれば、はい、あります。このまま交差点に来まして、はい、信号を渡ります。渡ればいいですね、はい、こんな感じです。これ韓国の信号はなんか秒数になってて、今18、これ17って、これ16になってんねんけど、めっちゃ早いんですよ。だから結構早めにスタスタ行った方がいいと思います。ちょっと道の説明をお願いします。あ、それでですね、今ニコのことしか考えてへんかったやろ。今日も看板見えてるから、そうやと思った。渡りきって、はい、右に曲がったらもう看板が見えとります。お、中もめっちゃ人多そうやけど、入ろうよ、入ろう、行こう。はい。おー、なんか韓国っぽい。すごい高級焼肉店。なんかもうほんま。ツアーみたい、行ったことない。店内はどう？なんかいい匂いがすごいする。なになになに？これも食べていいの？いいか。ブログにはいいって書いてたけど。あとはもうチゲとかキムチチゲとか冷麺とかあるんですけど、右にして、まあ、足りんかったら注文すればいいかな。まずご飯なしで焼酎、釜山の焼酎レトルとこれ4本と、はい、はい、お願いします。はい、おいおい、イゴイイブナーとイゴとイゴえ、セブニセヤね、セブレトルニナで、カツ2種類ってことでいいんですか。このお肉2種類だけやん。そうなんや。だからガチでもうこのデジカルビに命かけてる。いろいろ出てきました。基本メニュー大事よな。はい、でこのソースも2つあるんですよ。はい、でこの後
ってみてください。もう挟まんとくな、これだけで食べるわ。よかった、早く食べてください。ちょっと味わうな、ちょっと早く食べてください。いただきます。わぁ味めっちゃある、お肉に。なんか味付けじゃないやん。1×1 で何か2億ぐらいになる。
れてどうもありがとう。チャンネル登録、高評価もよろしくね。せーの、わわわ。